北風と太陽。ある時、北風と太陽がどちらが強いかで言い争いを始めました。強いのはこの俺、北風に決まっているだろう。俺が一息吹けばそこら中が吹き飛ぶぜ。いやいや、それはどうだろう。君にだって吹き飛ばせないものはあるでしょう。ふん、そんなものあるものか。お前の方こそポカポカ暖かいばかりで何も飛ばせやしないくせに。こんな調子でお互いに譲らず、言い争いはなかなか終わりません。すると北風がふと野原を歩いている旅人を見つけて、こう言いました。それじゃあ力比べをしようじゃないか。あの旅人のコートを先に脱がした方が勝ちだ。太陽もそれに賛成し、ええー、いいでしょう。それじゃあ北風さんからどうぞ。と答えました。ふふん、あんな薄いコート、簡単に吹き飛ばしてやる。張り切った北風は、思いっきり強い風を吹きつけました。しかし旅人は寒さに震え、コートをぎゅっと押さえました。焦った北風がさらに強くビュービューと吹くと、カバンの中から別の上着を出してさらに着込む始末です。北風はすっかり疲れ果てて吹くのをやめてしまいました。そこで太陽が、さあ僕の番ですね、と言って暖かな光をあたり一面に注ぎました。すると旅人はだんだん暑くなってきて、上着もコートも脱ぎ出しました。それを見た北風は悔しそうに、チェ、負けた負けた、と言いながらどこかへ行ってしまったのでした。